こんにちは、すみやです。今日は惑星ライブスタッキングについてです。昨日一昨日とね、惑星直列のライブ配信をやりました。それで特にね、木星が楽しいんですね。何が楽しいかっていうと、木星の前をいろんな衛星が通過して木星から飛び出してくるとか、木星の中にね、黒点としてその影が映っていて、それが移動していく様子が楽しいと。そしてその様子をですね、なんとシャープキャップ 4.1 の最新バージョンでタイムラプスに撮るとですね、非常に綺麗に撮れるんですね。シャープキャップ 4.1 の1月13日付の新しいバージョンから自動シャープニングという機能が追加されています。でこれを使うとですね、誰でも簡単に木星とか土星とか月面とか太陽もいろんなね、細かな模様が見えるようなシャープニングができるようになってるんですね。でそれをタイムラプスで撮るモードも使えるようになっていますので、それで撮るとですね、木星の表面を動き回る衛星とかその影とか非常に綺麗に撮れるんですね。で一昨日まではね、気がつかないでノーフィルターで撮っていたんですが、昨日はですね、はい、 UVIR カットフィルターをつけて撮ってみました。こちらの方がね、なんか色合いがいいような感じで映ってました。今夜もね、惑星直列ライブをやりますので、ぜひお越しください。それから昨日夜ね、ちょっと後半曇ってきたんですが、シースター S30 でスケジュール機能というかプランモードで撮影をしてみました。ちょっと呼び出してみましょうか。はい、つながりましたね。じゃあこれでね、シースターの昨日のプランの様子を見てみましょう。昨日のプランはね、これです。はい、IC443 とNGC3628 を撮りました。はい、見てみましょうか。はい、クラゲ星雲が映ってますね。ちょっと編集してみましょうか。 AI ディノイズ、 AI ノイズ除去を実行中です。しばらくお待ちください。はい、綺麗にクラゲ星雲が見えてますね。ちょっと右端が切れてるのでトリミングすればよかったのかもしれませんが、あ、左上にもなんか映ってるね。ちょっと明るさを、68までやるとすごいね、これ。コントラストをちょっと上げてみようか。はい。コントラストを上げるとすごい勢いで赤い色が見えてきますね。すごいね。S30、クラゲ星雲めちゃくちゃ得意じゃないですか、これ。以前ね、暗いところに行って南房総のね、立山市内のキャンプ場で撮ったことがあったんですが、 S50 で、まあ、月明かりもあったっていうこともあってね、こんなに綺麗には撮れなかったですね。すごいね、これびっくり仰天ですね。これちょっと明るすぎるか。はい、ちょっともう色もちょっと自然っぽい色にしてみました。はい、前と後で全然違いますね、やっぱりね。でこれで保存しときましょうか。はい、保存されましたよ。それからトリミングもしてみましょう。1倍にして、あ、これいい感じですね。これいい感じなので、ちょっと回転はさせないで、そのままの状態で保存しておきましょう。はい、クラゲ星雲見事に映ってますね。はい、じゃあ次、あ、獅子座三つ子銀河ですが、これはちょっとね、途中で雲が出てきてあまりスタック枚数が多くなかったようなんですが、まあ、一応やってみましょう。 AI ディノイズ、ノイズ除去を実行中です。
しばらくお待ちください。あ、出ましたね。うん、周りが暗くなりますね。はい、ちょっと無理やり明るくしてみましょうか。はい、ちょっとコントラストを上げすぎると、ちょっと明るすぎたね。うん、これぐらいがいいね。色はちょっと、うん、色を出さない方が自然な感じですね。うん、モノクロまでいっちゃうとちょっと寂しいので、マイナス50ぐらいにすると銀河のコントラストが上がっていい感じですね。はい、あ、こういう感じがいいね。なるほど。うん、三つ子銀河映りましたね。あ、なんか星がちょっと線が出てるね。流れてんのかな。やっぱり雲の影響かもしれませんね。はい、でこれでトリミング、やっぱり1倍がいいよね。あ、これぐらいがいいね。はい、こんな感じでどうでしょうか。うん、三つ子銀河ちゃんと撮れましたね。保存しとこう。はい、こんな感じでね、昨日も寝てる間にシースター S30 がね、クラゲ星雲と獅子座三つ子銀河を撮っておいてくれました。はい、素晴らしいですね。はい、プランモード皆さんもぜひ使ってみてください。それからシャープキャップ 4.1 のね、惑星ライブスタッキングで昨日撮った映像をこの後見てもらいます。使い方についてはね、この後紹介したいと思います。パラメーターの設定とか、設定って言っても自動なので、ワンクリックで大体できるんですけれども、それをね説明したいと思いますので、ぜひご覧ください。どうぞ。いかがでしたか。惑星ライブスタッキング、まだ使ったことのない方はぜひ使ってみてください。それからシースターのね、プランモードもぜひ使ってみてください。トリミング機能もね、楽しいですよね。はい、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい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 。あ、最初ね、このアルファ 7S で金星と土星を撮っていましたね。はい。